クンブムチャムパーリンデラは、青海省の省都である、青年市の郊外の高中区に位置するチベット仏教の寺院である。漢字表記は、東テ寺タール寺、クンブンデラクンブム寺との表記。チベット仏教ゲルク派の寺院で、ゲルク派の階祖ゾンカパの生誕地としても知られる。アムド地方における主要拠点の一つである。1360年に、 ソンカパの聖母が建てた仏塔が元になっているという。1560年に、リンチェン・ソンデギ・エンツェンが再興し、50余りの末寺を抱えた。また、寺本縁ンが、日露戦争の頃に、ここに滞在していた。1958年には3600人以上の僧侶が在籍したが、アムド、内外モンゴル、ユグル族の出身が多かったという。 文化大革命後はほぼ僧侶がラプラン寺へ移動してしまった。現在は300人ほどの僧侶が在籍している。町から見たクンブム8仏頭青年市内各所から複数のバス会社がバスを頻発させている。ただ、青年市内のほとんどの地点ではバス停の目印がなく乗車地点がわかりにくいため旅行者は青年市内の新しい安スバスターミナルから 高中域に乗車し、終点まで乗車するのが分かりやすい。チベット人巡礼者以外は80元のチケットが必要。このチケットで境内入場を呼び、日にも夜が10カ所ほどの書道に入ることができる。いくつかの道ではチケットの再チェックがある。ありがとうございます。